県内の公立小中学校で最も早い始業式です。岡谷市の小学校では児童が今年の目標や夢を発表しました。岡谷市の長地小学校で開かれた3学期の始業式です。桜井博史校長は1日に発生した能登半島地震に触れました。災害はいつ来るか分かりません。自分の命、自分で守る長地の子、この合言葉を忘れず、今年1年頑張りましょう。今年中学生になる6年生の教室では児童が将来の夢を発表しました。将来は大谷翔平みたいなプロになってメジャーに行って活躍したいなって思っています。県内の小中学校は9日に始業式のピークを迎えます。